プラハデ・イビツェ駅は、チェコ共和国プラハロックにある、チェコ鉄道120号線の駅である。馬車鉄道の駅舎歴史的貯水倉庫の駅は、プラハで最も古い鉄道駅である。もともとは、プラハラーニ馬車鉄道の起点であり、この路線は1830年以来主に、くじぼくらあトの森から木材を輸送するために、使われてきた。駅は、市内と市外の境界にある、 ピセック門の市街側の交差点にあり、この地域と市内中心部との交通の問題は当時建設された、ホトコバ道路によって解決された。元の駅舎は1831年に鉄道駅が設立された時からのもので、現在の建物と線路を挟んだ位置に少し改築された形で建っている。この駅はクラドの石炭のプラハにおける積み替え駅になり、その重要性は 産業革命の間に徐々に高まった。1863年に鉄道はブシチェフラト鉄道により蒸気機関車牽引に変更された。1868年からこの鉄道はストロモフカロイヤルパークのトンネルを通ってプラハ・バブニー駅まで延長された。同駅でこの路線はオーストリア国有鉄道会社の路線に接続している。したがって列車は ネグレリ高架橋を経由して、国有鉄道駅まで乗り入れることができた。1860年代に、元の駅舎が最初に改築され、次に貯水層が追加され、最後に、新しい駅舎が建設された。第一共和国の間、トマーシュ・マサリク大統領はラニーシャ島への旅行のために、この駅を使用した。1927年にアクセスランプと、 独立したプラットフォームを備えたプレジデンシャルラウンジがここに設立された。4面4線の地上駅。快速、普通それぞれが毎時1往復ずつ停車する。東高は大部分がブブニブルタバ駅業であるが、朝の1本のみブブニ駅業となる。片道1本のみブブニに停車する。地下鉄にもデイビッツ駅があるが800メートルほど離れており、 隣のフラドチャニ駅の方が近い。ありがとうございます。